日本航空羽田空港墜落事故は1966年8月26日に起きた航空事故である。コンベア880から 22M が羽田空港から離陸直後に墜落炎上したもので乗員訓練飛行につき乗客の登場はなかったが、同社員4名と運輸省航空局職員1名の5名全員が犠牲になった。 日本航空のコンベア880事故機 JA8030 は日本国内航空から日本航空にリース中の機体で所有権は日本国内航空に残されたままだった。この機体は1961年に製造されスイス航空に HB i クムとして納入されたが1年弱使ったのみで売却され米国内でストアされていたものを1965年に 購入したものであった。1966年8月26日、銀座号は午前に羽田から北海道へ往復飛行を行い、午後からは羽田空港で離着陸訓練を行うことになった。当日、羽田空港の A 滑走路が工事により閉鎖されていたため、並行する C 滑走路から離陸しようとしていた。この飛行は操縦員の機種限定変更試験のためであった。 午後2時35分、試験項目の一つである、ワンエンジンクリティカル、カットアウトで、滑走中に第四エンジンが、手動停止された。この操作によって、風下の外側の水力がゼロとなり、機体は、急激に肩滑りし始めた。目撃証言によれば、C 滑走路から右へ逸脱し始め、左車輪が折れて、C 滑走路と A 滑走路の間で左向きになった、上で、 右車輪も折れてしまった。その衝撃で胴体着陸して爆発炎上し乗員が脱出する時間もないまま全焼した。事故原因は前述の操作が困難な機体に加え訓練生のミスも誘発されて離陸直後の墜落に至ったとされている。なお民間人がこの時の様子を写真に収めたものが新聞に掲載され NHK ニュースでは 民間人が8ミリ映画で撮影した墜落の瞬間が放送された。また専用の訓練飛行場もなく、発着の旅客機で常に混雑している羽田空港で試験飛行を行わなければならない危険な事実も明らかになった事故でもあった。日本国内航空から日本航空にリースされていたボーイング727は1972年に全機変換されたが、 その際事故で失われた本機の保証として、日本航空所有の727のうち1機が無症状とされている。遺跡機は J8318、JA、a、たまごで、東亜国内航空では富士号に解消されたが、主力機を DC-9 に据える方針から、2年後の1974年には、イギリスのダンエアに売却され G 部団となった。その後、 1980年4月25日にカナリア諸島のテネリフェ空港への着陸侵入中に航路を逸脱空港の南約8キロの山岳地帯に墜落している。日本では1966年に5件の航空事故が発生した。本事故は4件目であった。ありがとうございます。